フランソワ・ジャコブは、フランスの医師で、病理学者、遺伝学者。ジャック・モノーと共に遺伝子発言調節を説明するオペロン説を提出し、これにより1965年度、ノーベル生理学医学賞を受賞した。ユダヤ系家庭の一人息子として、ナンシーに生まれた。神道として知られ、7歳で、リセに入学した。その後医学を志して、 パリ大学医学部に入学した。第二次世界大戦ではイギリスに渡って、ド・ゴール亡命政権に協力し、北アフリカ戦線で軍医として活動し重傷を負った。1947年に卒業したが、下界を断念して、研究生活に入り、アンドレルボフの下で微生物学を研究した。さらにジャック・モノーと共に、大腸菌の遺伝子発現調節の研究を進め、 メッセンジャー RNA を介した遺伝情報の転移やフィードバックによる発言調節のモデルを提出し分子遺伝学の基礎を築いた。またタンパク質のアロステリック調節の研究も行った。1964年、コレージュとフランス教授に就任。1962年、シャルル・レオポール・名ー賞受賞。1996年、 アカデミーフランセーズ会員に選出された。ありがとうございます。